である北海道電力が管理する発電専用ダムで高さ37.2メートルの重力式コンクリートダム。戦前日本発送電が十勝川水系の電源開発計画を進めるために建設された十勝川本流最初にして十勝川水系における本格的な廃ダムである。ダム下流において 最大1 2 6 0 0ットの水力発電を行う。ダムによって形成された人造庫は岩礁庫と命名された。北海道電力岩礁発電所。1938年4月の国家総動員法発令直後に電力統制のために本発送電株式会社が発足し、北海道内での最初の発電所建設を 行ったのが当初であった。このため全国から優秀な技術者が集められて建設に当たったが、当時の劣悪な作業環境により、事故が多発して多くの人命が失われ、初代所長が更迭されるなど有料された建設であった。また当初はドイツから発電機を輸入して、総発電量3万3 0 0 0ットを計画していたが、 両国とも戦時体制となって輸入できず、また水量計算の間違いも発覚したことから、能力を下げて国内メーカーの発電機を使用することとなった。戦後北海道電力に移管後は、トムラウの電源開発計画に従って1953年から上流に設けられた全国でも最初の無人発電所である差別第一。 差別、第二や上岸省の親発電所として、各発電所の遠隔制御を行っていたが、1978年10月より、東発電所自体も帯広電力所で制御されることになり、無人発電所となった。ダム本体としては老朽化対策として、1970年に、本体コンクリート補修工事、1995年から1998年に、 かけて、水門深海工事が行われている。発電を主目的として建設されたダムだが、上流にカチダムがなかった頃は、上流からの土砂の流入が激しく、昭和50年代末には、湖の水量が1、3ほどになってしまい、発電量も70%ほどに落ちてしまった。そのため大規模な浚節工事が行われ、発電量は、なんとか回復したが、 湖にいた魚にかなりの被害が及び、昔は安でつくほどいたという伊藤の姿がほとんど見られなくなってしまった。老朽化した岩松発電所の代替として、北海道電力は新岩省発電所の建設を推進し、2013年7月着工、2016年1月27日より運転を開始した。2019年度に、 土木学会線小土木遺産に認定された。付近を通るメインルートは、北海道道718号中別清水線。ダムの近辺で分かれる道を遡っていくと、お葬し温泉という一軒宿の温泉がある。ありがとうございます。